こんんばポンタローです今日は4月の使い切りコスメを紹介していきたいと思いますそれではどうぞはい4月はねそこまで使い切らなかったかなと思うんですけども紹介をねしていきたいと思いますはいまず1つ目なんですけどもまあいつも通りこちらですねカラコンを使い切りましたモテコンガールズマンスリーのミルクティーアッシュですねもう 何度も <laughs> 使い切りで紹介してる上こちらは説明はいらないと思うんですけども、まあ、お色が好きでねでマンスリータイプということで1ヶ月使えるのでね長く使えるタイプがやっぱり楽なのでこれをねいつも使っておりますはいそしてこちらですねこちらもう中身がないんですけども ネオナチュラルのソープですね固形石鹸だったんですけどもこちらを使い切りましたでこれはねモニターサービスで使わせていただいて洗顔ネットまでついてたんですけど洗顔ネットが結構粗めのネットで、まあ、泡立ちはまあ普通だったかなと思いますで洗浄力が結構あってお肌がねキュッキュッってなる感じがあったのでさっぱりすっきり落としたいっていう方にはすごく いいい石鹸だったかなと思います結構洗浄力が強いので乾燥するかなと思ったんですけどもそうでもなくてすっきりするのに乾燥しないっていう石鹸ですごく良かったなと思います。でメメイイククも軽いなのでクレンジングで落としきらなかった残ってしまったメイクをこれがね 落としてくれたのでちょっと落ちにくいクレンジング使った時でも問題なくねこれで落とせたので良かったのかなと思いますただ一つ言えるのはすごくなくなるのが早かったんですよねなんか100%天然由来成分だからなくなりが早かったのかななんか保存量的なのがあんまり入ってなくてすごく早かったんですよ固形石鹸にしては だいぶ早くなくななったののでコスパ的ににはねそんなに良くないのかなくいいかと思いましたただ私結構洗浄力とその乾燥しない感じっていうのが気に入ったのでこれはなかなか良かった石鹸だなって思いましたそしてこちらはいこちらもいつも使い切っているオードムーゲーの薬用ローションですね拭き取りローションは使い切りましたこちらは限定の 130サイズになりますね、まあ、お試し用みたいな感じで売ってたものなんですけどこれはねやっぱりしてた方が安心するというかお守りスキンケアアイテムみたいな感じでまあ今ニキビがひどいからもう毎日使ってるんですけどなんとなくねやっぱりこういう薬用系ニキビの予防とか。 ニキビに効果があるアイテムをやっぱり取り入れることによってお肌のね炎症とかを抑えてくれると思うので使ってますねまあすごく効果が出るといったらそうでもないんですけどまあお守り的な感じで <laughs> 使ってますねで今また新しいの開けて使ってるんでこれはもう何本目のリピかわからないアイテムになりますねそしてこちらはいこちらはスキンフードの トラブルケアスポットパッチというニキビパッチになりますねであまりニキビパッチ最近使ってなかったんですけどニキビが大量にできて、まあ、保護のために使ってましたね結構パッチがねあの厚めのパッチでもうつけてたらすごい目立つタイプになりますねけどやっぱりニキビがね他のマスクだったり 髪の毛だったりで刺激を受けないように守られてたので良かったのかなと思います。で炎症してて、まあ、白い海みたいなのに変化していくじゃないですかその段階でこれをつけてるとなんか海がごっそり取れますね取った時にこのパッチを。 でも中の芯まで取れた感じがあるので治りがわりかし早くなったような気がしましたねなのでニキビ鉢まあ2種類ぐらい他にもあるんですけどごっそり取れた感覚があったのはこれだったかなと思いますなのでまた今の持っているものがなくなったらこれをリピしてもいいかなと思いますそしてこちらはいパックになりますねこちらは ルルルンのののののののフェイスマスマク北海道プレミアムルルルのラベンダーの香りりのりももですね7枚入りのものを使い切りましたやっぱりルルルンはね顔にフィットするマスクそしてマスクの柔らかさとか伸びもう密着するのですごい好きなんですけどラベンダーの香りがね意外と苦手なんですよ私なんですけどこれはねすごく優しい香りで癒されるくらいのラベンダーの香りだったので良かったのかなと思います ただルルルンはそこまですごく保湿されるとかいうわけではなくほんとデイリー使いできる水分補給するマスクっていう感じなので水分はたっぷり入れてくれるよっていう感じなのでさらっとマスクを使いたいって方にはいいのかなと思いますまあ今ルルルンいっぱいあるのでニキビが治ったらまたマスクをね始めようかなと思ってますそしてこちら はいこちらはダイソーのねマスクなんですけどフェイスマスク米ぬかエキス配合のタイプになりますこれは5枚入りで110円でしたねでダイソーのマスクどうなのかなと思ったんですけどまあ1枚20円ということで思ったよりね良かったですなんか100均とは思えない使用感というかでこれね米ぬかだからすごく保湿力に とかしてるのかなと思ったんですけど、まあそこまでね保湿力はなかったかなと思います。ルルルンと一緒でなんか水分補給がメインな感じでしたね。でマスクは薄めではあったんですけど、密着力は高かったのでなんか思ったよりねダイソーのマスクいいなと思いました。もう一種類。 ダイソーのパック持ってるんですけどそれもねまた使って使用感がどうなのかっていうのをね試していこうかなと思います思ったよりね良かったですこれそしてこちらはいこちらミライエンスのパックなんですけどセパレートケアマスク輝くシルバーということで3回分入ってましてセパレートマスクなので上と下で分かれてるパックになりますで そのねマスクをつけるのがねやっぱりめんどくさかったっていうのはありますね上つけて下つけてっていうのがただ分かれている分密着はねすごく良かったですね剥がれることがなかったですでこれ毛穴に効いたかっていうとそうでもなくてどちらかといえば結構しっとりめのマスクだったかなと思いますでくすみケアの部分ではなんとなくね くすみがが飛んだような気がしたので毛穴の効果も、まあ、あったたののかなと思いましたねなんか毛穴の開き毛穴とかくるずみ毛穴っていうのに効果は感じなかったけどなんとなく顔のトーンが少し明るくなったかなっていうのがあったので、まあ、くすみが取れたっていうので、まあ、毛穴というか角質系に、まあ、効果があったのかなって私は思いましたね。 これもう1箱あったと思うんでまたね使っていきたいと思いますただもう貼るのがめんどくさい <laughs> 2つね袋を開けないといけないんですよですけどやっぱり密着させるのはすごく簡単で本当に密着するのでで保湿となんかくすみっていうのを気にされてる方 はこれをね使ってみるのもいいんじゃないかなって思います次で最後なんですけどもこちらはいこちらはいつもの使い切りでございますクリニックのコットンですね100枚入りを使い切りましたでこれ今ねあのデパートとか閉まってるじゃないですかだから買いに行けなくてネットで買ってもなんか時間かかるしどうしようって悩んでて なんか拭き取りにおすすめのコットンとかあれば教えてほしいなと思いますできればあの薬局で買えるやつあんまり毛ば立たないやつがいいんですけど拭き取りメインで使うコットンを今探してるのでぜひおすすめがあれば教えてほしいですまあデパートが空いたらね全然またこれに戻るんですけどもう今本当にデパートとか閉まってるし 薬局もね品薄っていうのもあって、まあ、コットンとかはそんなに品薄は感じてないんですけど、まあ、他のものを試すチャンスだと思って、ね、おすすめがあったら教えてくださいはい今回の使い切りは以上になりますあんまり使い切らなかったんですけど今回はパックをちょっと多めに使い切ったかなと思います で、パックはね今ニキビでね使えてないので早くパックを復活させたいなと思ってます今シンプルなスキンケアになってるので使い切りコスメもね多分減るとは思うんですけど5月分もね しっかり紹介できたらなって思います一応今回紹介したも長いように書いておきたいと思いますのでよろしければご覧ください今回も最後までご覧いただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いいたしましょうバイバーイ